リディは初めてだった船旅に興奮収まらない様子で、楽しかったねとクロエに同意を求める。特製栄養剤の効果が切れたクロエは、ええとクールに答えるが、船酔いのせいで顔が真っ青だ。リディは続けて、楽しかったよねと君にも尋ねるが、船旅の途中、筋骨隆々なクロエをからかい、ツッコミを受けた君はボロ雑巾のようになり果てていた。まずは島を探索してドラゴンの居場所を探る必要があるだろう。とはいえ、あてもなく歩くのは危険だ。船着き場から西の方に道が伸びている。そちらに進めば民家や集落があるかもしれない。ミステリロックはトレジャーロックに変身した。仲間たちの先頭を歩いていた君は、この島の景色にどこか懐かしさを覚えていた。その直後、頭が割れるような激しい痛みが君を襲う。君は頭を抱えながら、思わず地面に膝をついた。何かを思い出しそうになった君だったが、頭痛でそれどころではない。頭を抱えて油汗を垂らしている君を見て、ブルーノはこれでも飲めと頭痛薬を差し出した。薬のおかげで少し頭痛が収まった君は、再び先を急ぐことにした。あと少しで村にたどり着くというとき、ここはと君が声を漏らす。メルブールの声にも元気がない。君と同じく何かが気がかりなようだ。様子がおかしい二人をクロエが大丈夫と声をかけようとすると、近寄る魔物に気づくのが遅れてしまった。迎え撃つしかない。ラッキーですね。
君たちが村へ入ると、すぐさま村人が寄ってきて、薬をくれと懇願してきた。村人は何やら様子がおかしく、目が据わっている。薬を渡していいものか。君は薬をちらつかせつつ、ただで渡すわけにはいかないな、と微笑した。などとやっている間に、君は手を滑らせて薬を落としてしまった。薬をつかんだ村人は、人とは思えない奇声を発して、どこかへ去っていった。村人の反応をいぶかしみつつも、君たちはこの村を探索することにする。村の様子がおかしい。この村の状況がわかるまでは慎重に行動した方がいいだろう。男は両手に目一杯薬を抱えて、こちらを睨みつけている。この薬は誰にも渡さない。すべて自分のものだと主張しているようだ。に声をかけられた。ろれつが回っていないが、薬を求めているようだ。この村人も様子がおかしいが、さてどうしようか。リリーが薬をちらつかせつつ、ただで渡すわけにはいかないなと、君のモノマネだろうことをした。などとやっている間に、リリーは手を滑らせて薬を落としてしまった。村人は薬、薬とうめきながらどこかへ行ってしまった。ブルーノはこの村は何かがおかしいと気にしているようだ。道の先から、おい、しっかりしろと叫ぶ声が聞こえてきた。何やらただごとではなさそうだ。宿屋に行くと、店主は面倒くさそうな表情で、こんな村に来るなんて物好きもいたもんだとぼやいた。続けて、休みたきゃ好きに休んでくれと店主は投げやりに言った。商売するのも面倒くさそうだ。老人は嘆いていた。息子も孫もすべて薬で失ったと。自分だけ生きながらえるわけには、と老人は手にした薬をぐいと飲み干した。君がドラゴンについて聞くと、村人は困っているなら村長が助けてくれるとだけ言って
嘔吐した。村人の足元には数十本を超える空の薬瓶が転がっている。人の気配がない。どうも空き家のようだ。ここは外界から隔離された呪われし島だ。地面にへたり込んだ老婆は力なくつぶやいた。外の人間はこの島のことを薬の総本山と呼んでいるらしいが、老婆は手に持った薬の空き瓶を道端に投げ捨てた。村人に声をかけてみるが、面倒なことは村長に聞いてくれと取り合ってくれなかった。村人は何度も壁に頭を打ちつけ、額が血まみれだ。そこには痙攣しながら倒れた村人と彼を解放する人影があった。白い鎧を身にまとった騎士らしき人物が懸命に声をかけながら倒れた村人に応急処置を施している。騎士の献身的な行動を目の前にして、君も何かを手伝わないと申し訳ないような気がしてきた。君は特製栄養剤を渡すようにブルーノに頼んでみた。しかしブルーノは深刻そうな顔で首を横に振る。村人は顔を爪で引っかきながら薬を求める叫び声を上げた。目、口、耳、穴という穴からどす黒い血が滴る。しばらくして村人は動かなくなった。君はこの冒険の中でまだ人の死を見たことがなかっただろう。薬で何もかもが治るこの世界でも死からは逃れられない。そして当然だが、失われた命は二度と戻らない。頭の中が真っ白になった君は膝を屈した。クロエは口に手を当て悲鳴を押し殺している。リディも動揺を隠せない。うなだれる白い騎士にブルーノが、あなたはここで何をと恐る恐る尋ねた。彼の名はシロク。シロの教団に属する騎士だそうだ。彼は旅の途中でこの村に立ち寄り、病気に侵された人たちの介抱を続けていたのだという。薬さえなければ、そう白くは吐き捨てどこかへ去っていった。
ブルーノは何かを悟ったような顔で村人の亡骸を見つめている。村人に寄り添うシロクに、君はいつも村人たちの解放をと聞いてみた。彼が言うに、村で起きる面倒ごとは普段は村外れの家に住む老人が一人で対処しているらしい。知りたいことがあれば話を聞きに行くといい。そう言うと、シロクは村人の解放に戻った。女はこんな村からはさっさと出た方がいいと君たちに警告した。ここにいたらいずれはあなたたちも。そう言うと、女は急にケタケタと笑い出した。君が村を歩いていると男が寄ってきて、薬を分けてもらえないかと話しかけられた。男は商人顔負けの巧みな話術で、薬を渡すとどんないいことがあるのか君に説明し始めた。すっかり話に乗せられた君が薬を渡そうとすると、ブルーノに渡してはいけないと警告された。君がなぜそんなに薬が欲しいのかと問うと、男は饒舌に語り始めた。男が薬と初めて出会ったのは幼少期のこと。その頃の彼は両親からその横にたまたま置いてあった薬を一口飲んで、美味しさが忘れられなくなったらしい。君は男の話を食い入るように聞き、薬を渡した方がいいような気持ちにさせられてしまった。大した話じゃなかった。クロエは彼の早口なおしゃべりを全て聞き取っていたようだ。ブルーノからは渡さない方がと言われたが、君はまだ迷っている。君が薬を渡すと、男は嬉しそうに笑みを浮かべ、どこかへ去っていった。彼がいた場所には、なんだか見覚えのある不思議なものが落ちていた。君たちが家の扉を叩くと、一人の老人が笑顔で出迎えてくれた。老人はジルバと名乗ると君たちを家に招き入れた。この老人が村長だろうか。わからないことがあれば何でも聞いてくれ。ジルバはなぜか君たちに対して親切だ。この老人からはいろいろと話を聞けそうだ。さて、何の情報を聞いてみようか。君はドラゴンを見ていないかと尋ねた。すると、ジルバはドラゴンなら先日この島に戻ってきたぞと答える。村は特にドラゴンの被害を受けていないらしく、何も心配しなくていいと話を濁されてしまった。クロエはジルバが言った島に戻ってきたという言い回しが気になっているようだ。ともあれ、ドラゴンがこの島にいることは間違いなさそうだ。君はようやくまともな情報を得たと喜ぶ。村の様子がおかしい。どういうことなのか知っているかと君は尋ねた。ジルバ曰く、島は最近深刻な薬不足で、村人たちは薬に飢えているらしい。彼は村人たちの非礼を詫びて世界を良くするための代償だと続けたが、さっぱり意味がわからない。君は、あなたが村長
と尋ねた。するとジルバは村人たちから村長と呼ばれているが、正式にはこの村の管理人だと訂正した。君たちはジルバへの質問が終わると、どうもありがとうと言って家を出ようとするが、ジルバは君たちを呼び止め、この村で暮らす上での規則をまだ話していないと話を続けようとする。君はドラゴンを追ってこの村に立ち寄っただけだとジルバに説明する。ジルバは君たちが村の新入りだと勘違いしていたらしい。そして何かに納得したように、彼はメルブールを指さし、道理で不適合者がいるわけだと不気味な笑みを浮かべた。クロエはジルバの発言の意図をつかめず、どういうことと君に尋ねようとしたが、君はなぜか青ざめていた。呼吸が荒く、顔に汗がにじんでいる。君はもう話すことはないと急に態度を変え、家を飛び出した。メルブールも泣き声を上げながら君を追った。君とメルブールを追いかけてクロエたちも家を出たが、姿は見当たらない。家を飛び出した二人はまだそう遠くへは行っていないはずだ。まずは村の中を探そう。今はまず二人を探そう。軽薄そうな男が目の前を走っていったと女は言っている。シロクはまだ村人たちのために働いているようだ。クロエが仲間がいなくなったと事情を話すと、シロクは西通りの方へ走っていくのを見かけたと教えてくれた。クロエたちは民家の前で佇む君とメルブールを見つけ出した。君がこの場所はとメルブールに話しているようだが、よく聞こえない。クロエが声をかけると、君は普段のおちゃらけた調子で急な腹痛でと謝る。どこか無理をしているようにも見える二人。本当に大丈夫？とクロエは声をかける。そんなクロエに大丈夫、大丈夫と君は言った。心配してくれたのか。そう君が返すと、クロエはそんなわけないと顔をあからめた。君は村の中で見覚えのある魔法使いの姿を見つける。シラハはこちらに気づいていない様子で、そのまま薬屋に入っていった。シロの教団も薬を買うんだなと、君は興味本位で聞き耳を立てることにした。シラハと薬屋の店主が何やらこそこそ話している。特別な薬と注文しているようだが、よく聞こえない。普通に薬を買っているだけで特段面白いことはなさそうだ。彼女がいるということは、他の城の教団連中もこの村にいるかもしれない。彼らと鉢合わせる前にと、君はその場を後にした。女はぼーっと虚空を見つめている。
その足元には数十本を超える空の薬瓶が転がっている。老人は誰も自分に触れるなと声を荒らげ、近づく者を威嚇している。君は村の出口付近で出会いたくない連中の姿を見つけてしまった。関わると面倒だ。君は物陰に隠れ、彼らの様子を伺うことにした。私たち隠れてばかりと、クロエが不満を漏らす。白の教団の二人は何やら白くと話し込んでいる。二人が白くに敬礼していることから察するに、彼は連中の上官にあたる人物のようだ。白くのドラゴンの居場所は分かったのかという問いに、白磁が報告をし始めた。ドラゴンは火山に潜んでいるらしく、すぐに捕獲へ向かいましょうと白磁が進言する。そこへ薬屋で買い物を済ませた白羽が合流する。火山へ入るための準備が整いました。そう言うと白羽は何か薬瓶らしきものを白くに手渡した。白くはご苦労だったと言い、三人組を引き連れて歩き去った。思いもよらぬところから君たちはドラゴンの情報を得ることができた。しかし彼らが話していた情報にはまだわからないことがある。ドラゴンが火山にいることはわかったが、村からどうやって行けばいいのかわからない。リリーがあの煙が出てる山だよねと西の方角を指さす。確かに火山らしき山が見えた。白くが渡されていた薬瓶がどうやら火山と関係しているらしいが、ブルーノは薬瓶に見覚えがあるらしく、あれはあらゆるものを冷やす冷薬だと教えてくれた。白羽が薬屋で買ったのではとブルーノが補足する。白くと白の教団連中はドラゴンを捕獲すると言っていたが、クロエも同じ違和感を覚えたようで、女王が命じたのは討伐のはずと整理してくれた。君は仲間たちがこんなに頼りになるはずがないと不審に思った。メルブールが君の方をつねるが、思い切り痛い。これは夢ではないらしい。とにもかくにも君たちがすべきことが決まった。ドラゴンのいる火山へ向かうため、まずは村で霊薬を調達しよう。君は薬屋の店主に霊薬を売っていないかと尋ねてみると、店主の老婆はにやりと笑みを浮かべ、君に荒ぶるマグマを沈める方法はと問いかけた。君はその意味がよくわからなかったが、合言葉とクロエが気づく。荒ぶるマグマを沈める方法はの合言葉を答えてみよう。老婆はやれやれという呆れた表情で、なんだ答えを知ってたのかと言った。君たちは合言葉を見事に当てて霊薬を手に入れた。これで火山へ向かう準備は整った。長丁場になるので準備は入念に。
さあ、戦いです。この山を自力で登るのは無理。やりますね。火山に入るなり、君の全身を熱風が覆った。ドラゴンを追い詰めるにふさわしい場所だと、君は己を奮い立たせる。目の前にマグマの川が流れている。ここを越えることはたやすくないだろう。マグマの川を越える方法はこれだ。君は冷薬の瓶を開け、流れるマグマに垂らす。すると、みるみるマグマは固まり、岩の橋となった。蹴散らしましょう。突然目の前から溶岩が噴出した。間一髪で難を逃れたが、この先へは進めなくなってしまった。
頑張って。蹴散らしましょう。火山を歩く中、君は熱い、熱いと呪文のように唱え続けた。喋るだけ体力の無駄とクロエが君を諭す。この冷静さは見習うべきかもなと君は思う。続いてブルーノも、この程度で音を上げてはとマッスルポーズを決めながら君を諭すが、その姿を見て暑苦しいからやめてと声を荒らげたのはクロエの方だった。溶岩の波が岩盤を押し流してしまった。尻餅をついたおかげで命拾いできたが、迂回できる道を探さなければ。
ラッキーですね。君が暑さにくじけそうになっていると、冒険者らしき男が声をかけてきた。男は鍛え上げた筋肉に玉のような汗を光らせながら、大丈夫かと君たちを気遣ってくれる。男曰く、この先はもっと過酷な環境になるらしい。寝袋を貸すから休んでいくように勧められたが、全員の体力が全回復したが、なんだか全身が汗臭くなった気がする。君は男に礼を告げるとその場から立ち去った。運を味方につけましたね。エクセレント。さあ、戦いです。
け散らしましょう。火山にずっといるとなんだかこの部屋まで蒸してくる気がしますね。やりますね。